疲れです。クリース、達也、はい、今日なんか今まで動画に出てないことを教えてくれてたもんで、はい、何教えてくれるの俺に。ケーモルってやつを。ケーモル、はい、ケーモルって何。欠損してるとこがあったり。欠損してる部分、はい、俺結構欠損してる部分いっぱいあるけどさ、それ治るんかな。治らないですね。そう、マジでこれ何、感覚2つあるの。そうですね、二液性なんだ。はい、あの二液性ってあの塗料でもあるんですけど、1液より2液の方がまあ大体強いんだよね。はい、簡単に言ったら長く持ったりとか、はい、強度が高くなるんだよね。はい、うわ、粘土やん。そうですね、まあ修剤と硬化剤を混ぜて、うん、こねこねして、うん、やってみてよ実際。ああ、うん、です。ちなみにその補修箇所は何、どこに使うの。あの、ひさし。ひさしがちょっと、うんうん、コンクリートだもんね。そうですね、コンクリートのものに対してよく使うんだ。あー、そうですね。まあ知ってるんですけどね。すいません、エポキシだもんね。はい、エポキシは基本的にあの強度が高いです。塗料とかでもね、下塗り剤で結構エポキシ多いんですけど、上塗り剤はほんの一部ぐらいしかないです。紫外線に弱いんで。なんで、まあ、エポキシは結構 下塗り剤だったり下地調整剤で多いですね。パテとかもね、はい、混ぜてもらってます。重さが違うね、4キロ2キロ。これが4に対してこれが2、半分入れればいいか。硬化剤はこのマンションの名前が書いてある、うん、とこがあるんですよ、うんうん、その名前を潰してくるって言われて。あ、そうなんだ。うわ、すごいよこれ、ほら、手なんだもん、普通に。次、硬化剤がこれの半分入るで、2対1やで。15、16。あ、ちょうど、ちょうど、ちょうどぴったり。で、これをどうやって混ぜるの。気合です。気合で、はい、やってみて、やってみて。すごいね、混ざるの。それで混ぜたります。混ぜたります。釣り具の餌みたいなね、なんか鯉釣りの餌みたいな。あー、そうですね。うん、なくていいからだ。なくていい。やらないからわかんないです。ぬか漬けみたいな。あー、そうですね。はい、いい例えです。マジで、はい、めちゃくちゃ嬉しい。あー、入ってて。で、プライマーを塗るの。そうです。はい、塗ってください。それは専用のプライマーだね。そうです。これ以上。結構ドロドロだね。はい、その文字をツラにしたいってことね。はい、ツラにして最後マスチックって柄つけて。そうです。もともとあれだよね、コンクリートが爆裂してるとかさ。そうですね、破損してるところに塩が多いんだよね、はい、そうです。これをで塗るんだ、はい、塗るってかつけるんだ。はい、まあ掴んでっぽい。あ、そうやってやってくんだ。はい、何が話す。普段のテラニさんのトーク。え？テラニさん最近どうですかっていう。最近はちょっと顔が怖くなってきましたね。やっぱ怖いですか。はい、僕もそう思いますよ。数字に追われとるのか知らないですけど。パソコンとにらめっこしてますね。確かに眉間にシワが寄って。あの頃のテラニさんはどっか行っちゃいましたよ。マジっすか。はい、テラニさんがコンビニから戻ってきました。なんか手に持ってますね。持ってますね。なんだと思いますか、達也さん。まあ、テラニスさんのことなんでジュースでしょうかね。あー、なんかでも最近暑いんか寒いんか分かんないですよね。あー、確かに温度差激しいですもんね。ですね。夏と冬だとどっちが好きですか。あー、でもまだ冬かなってとこですね。あー、そうなんですか。夏はもうしんどいです。あー、逆に暑すぎですか。はい、もうまだ夏経験してないんで分かんないですね。もう汗が滝のように流れますよ。痩せますかね、僕。痩せるんじゃないですか。この夏でじゃあ10キロぐらい仕事で痩せたら面白いですね。いや、10キロ行きましょう。10キロ、うん、目標じゃあ10キロ頑張ります。はい。どう、塗り感は。面白いです。どうじゃ、塗り感どうよ。面白いですね。どういう感想。なんかどういう感想お前。これから、はい、埋めていくわけね。はい、パパパッとやってもらおうか、寒いから。はい、はい、塗ります。うん、素手でもう取ってつけるんだ。そうです。で、まあ、ちょっとずつちょっとずつちみちみと。ちみちみ。ちょっと乾かんぐらいがいいんですよ。そうです、ボスから教わりました。寺西さん教えてくれなかったんで。俺もよくわからなかった。
ここだけ面にできる？やっとりますよ。オッケー。あ、見え魂舐めたらあかんすよ。見え魂？はい。ダサくですよね。かっこいいじゃん。言ってダサいと思ったでしょ。言ってダサいと思ったでしょ。いやいやいや、三重県でまずどこって話だもんね。ね、知っとる？いや、僕わかんないですね。だよね。はい。東海にはいないから三重は。まあ、ちょっと降りろ。ないよな、三重なんて。多分僕も聞いたことないんでわかんないですね。赤はトスさんの地元三重で殺されるわ。あ、ほんまっすね。で、ペタペタと。うん。これヘラは使わないの？え？ハテ、あのハテベラじゃなくて、あの左官のハテみたいな。はい、いやなんか、うん、崩れちゃうっていうか、崩れちゃう。ハケにラッカーつけて撫でたりしてぼかしたり。そうなんだ。はい。そこで馴染ませるんだ。そうですね。あ、本当だね。これでまっすぐある程度なったね。はい。で、あとぼかしてマスチックだね。そうです。マスチックってのはこの体だよね。はい。今回じゃあ、ケイモルタルの補修だね。はい。おお、ついたついた。まあ、コンクリートが爆裂って言って破裂してるところとか、はい、あとは傷が入ってる、はい、こういうの埋めたりとか。そうです。するのに使うんだね。はい。なんか粘土みたいでね、なんか子供でもできそうな、はい、感じだね。そうです。ちょっと少年の心を思い出すような。なるほど。泥ダングね、よく磨いてた。これキューって光る泥ダングとかね。はい、あったよね。ありました。やろうかと。できなかったです。ガーッなった。あるよね、こうやって上捨て拭いとってさ、ピッてったら亀裂入ってて、あーだな。あ、拭くんですか？あれ磨くんだよ。そうですよね。まあ、じゃあ次回はあのね、あのケイモルで光る泥団子を作ってみた、はい、やってみたいと思います。はい、じゃあ今回ねちょっと真面目な動画だったんですけど、まあ、最近ねふざけた動画がたくさん上がってるんで、はい、そうです。湿気になったりね、うんこ漏らしたりね。ちょっと待ってね。ヒットギア。ちょっと真面目なのも増やしていこうかなと思います。まあ挟んでってね、えぐい真面目、えぐい真面目でちょっと中和してね、やっていこうと思ってますんで、チャンネル登録、いいねお願いします。グー、また見てね。近いっすよ。今どれぐらいだったっけ？入って、うん、今4ヶ月ちょっと。4ヶ月。はい。まあ、塗装始めて4ヶ月だよね。そうですね。どう、簡単？いや、簡単じゃないですけど、うん、自分に合ってる仕事かなと思います。そう。はい。お前絶対プロレスラーがいいと思う。ごついんで。多分お前プロレスラーがいいと思う。ミシュランなんで。ミシュランのだね、あだね。はい。まあまあちょこちょこね、今後あったら出していくんで。お願いします。お願いします。お願いします。はい。